はい、久々の回。なあ。何そんなんだったっけ？知らん。俺もう久々すぎてわかんないですけど。めちゃめちゃ久々だよ。久々ですね。はい。はい、今日は開封動画です。開封動画。この番組は、ソフビに興味を持ち始めた、孫が、じじいに、ソフビのことを聞く番組です。なんだっけ、去年ぐらいから大興奮して予約してたやつです。うんうんうん、これ。一気オマージュカラー。丸さんの一気オマージュカラーですね。はい。うん、怪獣シリーズね、これ。うん、私、開封しないでずっと我慢しました。どれぐらい期間的に。2ヶ月ぐらいじゃん。ああ、そんな我慢したか。我慢して、これいつ撮るの？いつ撮るの？あーあーってなってて。ようやく。あやかさん、ただ問題があって。何ですか？あやかさん、我慢って言うじゃないですか。はい。僕、これね、ペギラ頼んだんですよ。ああ、なんか言ってましたよね。頼んだって言ってたよね。はい。ね、届いてない。なんで？見て、ね、ホームページで絶対載ってる。あの、発送されてるかどうか。ちょっと見てみますね。うん。もう届いて、だから本当はね、僕のも一緒にじゃあ開封って。そう。ね、やったら楽しかったんですけど。なんで？届いてないの。なんで届いてないの？あなただけ。なんか僕の友人も買ったみたいなんですけど。そうだよね。もう届いたっつって。まあ、これ、まあ、さあ、置いときましょうか。ちょっと心配だけど、はい。はい、つぶらやさんのホームページで予約受付してた、うん、ブルマークの怪獣シリーズの丸さん一気オマージュ、うん。そうなんですよね。っていう、うん、ミラクルコラボ、うん。まあ、その辺の詳しい話は、はい、ちょっと開封してから。しましょうか。はい、うん。これ、開け。これやりましょうか。これね、まあ、普通の人は、ここね、ペンチでやるんですよ。こういう太いやつは。うん、僕の場合は、こういうのはね、もうね、手で。ギュッと押せば縦になる。ほんとだ。そんな簡単に。簡単に取れるんですよ。これ、結構いや、でも真似しない方がいいかな。でも、ビリっていっちゃうときはあるよね。うん、結構いきますね、これ。やだ。でも気をつければいかないんで、僕気をつけないんで、結構行くときは行くんですけど、はい、すごいこんな感じで、さすがっす、はい、まあ前はやれば別にペンチなんかなくてもこんな感じで、私ビリっていっちゃいそうだな、開きます。でピンは危ないんで取る、まあちゃんと抜いてあげて、うん、捨てる。んでちょっとこう曲がっちゃっても伸ばしはそのうち戻るんで、紙なんで、そうだね、はい、こんな感じで、はい、はい、取れました。取れた。はい、じゃあタグからちょっとちゃんと見ていきます。ブルマ怪獣シリーズ、カネゴン、ガラモン、ペギラの写真が出てますね。ちょっとペギラがこうやって首をかしげて可愛い、うん、ワイポーズしてます。で裏は？ブロはこんな感じ。まあ、ブルマークの怪獣シリーズ。なんて書いてあります？復刻って書いてあります？どこ？何も書いてない？昔はだからね、復刻とか新復刻とか新造形とか、これがどういうものかっていうのを書いてくれてたんですよ。ここに書いてなかった？いつも。こういうとこに。どこだっけかな？なんか、怪獣の名前書いて何々。そこに書いてありましたっけ？なんかあった気がする。これが何なのか。何も書いてない。うん。まあちょっと見ていきましょう。製造販売、はい、企画協力西村さん、はい、まあ、M1 号さんの西村さんがいろいろね、例えば当時の塗装とか、これはまあ一気のおまじじゃないですか、丸さんの、うん、それがどういった成形色でどういう塗装かっていうのを、まあ、西村さんの方がやはりいろいろ研究してらっしゃるので、石月さんはもちろん元丸さんの方で、うん、でブルマークを立ち上げた時からもおっしゃいる方で、もちろんその、もう当時のことは知ってるんですが、でもやっぱりね、本当に商売としてどん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 作ってやられてたんで、そんな細かいことってまあ覚えてないじゃないですか。M1 の西村さんコレクターでもあるので、現存するこういうやつを持ってるんで、まあそこからね、いろいろとこういう塗装だったんじゃないかとか、いろいろ協力をしてくれてるのが西村さん。うん、この協力に西村さんが入ってれば安心です。うん。あ、ここに書いてあった。ブルマーク復刻パゴス、かっこ当時風カラー版って書いてある。ブルマークの復刻だから、ブルマークに引き継がれた金型からの復刻ってことですね。
だ丸さんから引き継がれていた5基の金型から、から作られたのかな。まあ、ちょっとその辺詳しいことは僕もあんまりわからないんで、下手なことは言えないんですけど、ブルマーク当時に現存してた金型の復刻って意味でしょうね。うん。これ顔映せないからあれだけど、幸せそうな。かわいい。パールが結構強い。うん、パール。まあ、シルバーですね。シルバー、ね、シルバー、はい、メタリックカラー。メタリックが結構吹いてて、はい、強い感じがあります。これそう肌色成形なんですよ。うん、ここが、うん、ほら、うん。で、くるんであって、うん、シルバー吹いてる、うん。で、ここが赤。うん、かわいい。かわいいですね。うん、いい。こうお腹がいいよね、やっぱ。うん、うん、いいね、うん。パゴス。パゴス、パゴス好きですか？うん、好き、かわいい。ザ、なんか怪獣ソフビ感ある。これはあれなんですよね、当時発売の予約を、受注を取ってた時に、うん、ガヤカさんから聞いたんですよね。そう、こんなの出るよっつって。そう、でも俺ももう大興奮して、うん、ペギラをすぐ予約したんですけど、そう、なんか被らないようにした方が、うん、なんかお互い見せたりとかして楽しいね、うん、みたいな話になって、うん、これすごいな、画面で見るとね、うん、もうシルバーみたい。そう、うん、すごいの反射がね、うん、すごくて、うん、あのなんだっけ、窓際に行くと本当シルバーって感じなんですけど、うん、ちゃんと見ると普通にブラウンもしっかりあるんですよ。そうそう、しっかりブラウンだよね、うん、でも輝きがすごい、うん、ちょっとこれめちゃくちゃいいじゃんすごいよね。だからさ、私もさ、多分ペギラ見たら、うん、ペギラいいなって多分言うと思うんだよね、うん、ね、めちゃくちゃいい。原型カラー何色なんだろうね、ペギラ、うん、肌色なのかな、ペギラですか、うん、うーん、ね、肌色なんじゃないかな、ね、っていうのがね、これ大事なことなんですけど、はい、これ企画協力に西村さん入ってますよね、はい、だったら絶対こうなるんです。あー、そういうことか。なんでだと思います。え、なんでだと思う。もともとこれって茶色の成型色なんですよ、はい、そうですよね、濃い茶色の、はい、だったら復刻だったら濃い茶色で抜いて、うん、シルバーでくるむのは普通だったら正解ですよね。まあ確かに、それこそ足裏にブルマークっていうのがあるわけだし、入ってるね、うん、当時の一期のあれは丸さんなんで、このブルマーク刻印じゃないんで、うんうん、別に茶色で抜いてもいいじゃないですか。まあ確かに、うん、なんでだと思う。なんで西村さんだからこうなんですよ。なんでなんでだ。でもくるんであるイメージあるんだよな。俺の予想で言っていいですか、はい、この状態でオークションで出されて騙される人がいるからです、うんうん、あー西村さんね、そういうのすごくちゃんとしてくれて、そういうことが、うん、これの当時物を持ってる人にものすごく配慮して物事やるんですよ。そっか、確かに分かんない人は、うん、確かに金型がほぼ同じだから、うん、分かんないよね、うん、まあ金型を一気に、あ、そっかそっか、だから、ね、ほぼ同じじゃないです、うん、彩香さん同じじゃないんだ、大きいんす、あ、サイズがね、で、うん、いわゆる生産型ってやつで作られてるんですよ。はいはいはい。で、マルさんのパゴスの一機は元型から作られてるんです、うん、あ、そうなんだ。当時600体だけ、うんうんうん、元600体だけ。そう、まさに最初の生産だったんですよ、はいはいはい、マルさんが怪獣装備作るときに、そのうちの一つなんですけど、600体元型、要は1個の金型ですよね、うん、1体しか抜けないやつ、うん、そこから600個抜いて試しに販売したんです。それが一機。じゃあ現存600体しかいないの。現存600体ないでしょうね。あ、まあまあまあ、全部残ってて600体です。600体だから、そんななんだ、そんなの一機って。そうで、やっぱそう、壊れたらおしまいじゃないですか、うんうん、しかもいきなりもうドワーッと人気が出て、うんうん、もっとないのかってなったんで、うん、いっぱい生産しなきゃいけないじゃないですか。そうですね。で、金型1個じゃ間に合わないじゃないですか、うん、それこそ周りの町工場に下請けも頼みたいし、なんでその元型からか、そう、元型から抜いたソグビから金型を生産型っていうのを何個か作って販売された。ああ、そういうことか。だから大きいんですよ、一機って、うん、オークションとかの写真画面じゃなければ分かるんですよ、うん、知ってる人なら重さも違うし、だからこういうのね、一機探してる人は、ネットで買う人はまず重さを聞くし、うん、一番大事ですから、うん、でもそこも偽れるじゃないですか。まあ、うん、言ったね。だからやっぱ西村さんはすごく気を使って、当時ではあげなかった成型色をくるんでみたいな感じを結構やられるんですね。だから今回、まあ、企画
のこれも足裏一応ブルマークだけども、まあ、確かに立ってる姿で写真ポンじゃ分かんない可能性があるから、っていう可能性あるんじゃないかな。まあでも確かにその配慮ありがたいですよ、うん、いつ出たものかがなんとなく分かる、うん、あくまでも、うん、僕のあれですね、うんうん、で当時ものこれ持ってる人も、うん、一気カラーの綺麗なやつってちょっと手してみたくないですか。うん、まあ確かにそうそうそう、うん、でその人もなんか自分が持ってるその特別感みたいなあれじゃないですか、うんうん、ある一気の、うん、だったらなんか成型色違った方が違うもの所持してる感覚も出るし、これは俺正解だと思うんですね、うんうんうん、これがだから当時の僕じゃなかったら、え、またくるみなのって、ちょっとごめんなさい言い方悪いけど、うん、最近ブルーマークちょっとくるみものが多いんで、くるみ多いよね、うん、多分なんか生産の都合だと思うんですけど、やっぱりまたくるみなのってやっぱ思っちゃうじゃないですか、うん、ずっと買い続けてると、うん、どれもこれも肌色整形だよね。肌色整形だよね。ただこれについてはこうじゃないとダメだと思います、うん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 、丸三一揆のオマージュとはいえ復刻なんで、だったら成型色をやっぱ変えないといけないなって僕は思う。うん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 、これはもうこれで正解だと思ってるんです。当時の丸さん三期、僕はこれは諸説あるんですけど三期です、うん、はい。どうですか、なんか大きさ的に。これもだから生産型だと思うんですよ、一期だけのはずなんで、元型で作られてるのって。こっちの方が大きくない？大きい、わかんない、立ち方の問題。ちょっと待って、ごめんね、うん、キュッとするね、爪当たらないようにしたか、うんうん、え、身長違うけど、え、こうなってるだけ。わかんないです、こうなってるだけ。僕にもちょっと一旦、はい、一旦後ろ向いてもらっていい？はい、一旦後ろ、はい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 。え、手とか大きいよ。大きいかな。え、よし、光ってるからやりますか。ギザギザのイボイボの最初から 11.3 ぐらい、うん、で、ちょっと横にする。このイボイボの最初から先まで 11.4 ぐらい、わかんない、ちょっと同じぐらいに見える。ちょっと僕は測っていいですか。どうぞ。 11.5 5、はい、でした。やっぱシルバーが吹いてあるから膨張して見えるだけなのかな。一緒っすね、うん、一緒です。じゃあ膨張して見えるだけか。じゃあ、うん、生産型がひたすら引き継がれていった感じなのかな、うんうん、だからその2期からの生産型が引き継がれていって、うんうん、いわゆる5期までパゴスって諸説あるんですけど、うんうん、出てるんですね。で、その5期の金型がブルマークに引き継がれたということなんで、引き継がれてブルマークで刻印変えた金型の復刻っすね、これ、うん、まあでもいわば丸さんの金型です、うんうんうん、引き継がれてるんで、金型はこの頃のやつって、うん、ちょっとじゃあ重さいってみます。じゃあまず初期の、うん、丸さんね、丸さん、はい、3期 127g、127g、はい、グラムだよね、はい、普通のグラム、うん、変な声出ちゃった。150、おお、いい抜きじゃん。ぴったり、いい抜きじゃん。いい抜きなんだ。 25g も厚抜きされていますよ。金型自体は違いはほぼないし、うん、ないんだけど、うん、でしかもこの刻印分、うん、減ってるはずですからね、グラム。あの、丸さんは、こんなんすから、金型。あ、ほんとだ。あ、金型って、刻印こんなですから、こっちの方が全然削れてるじゃないですか、うん、刻印。ちょっと。うん。って考えると、ね、分厚く抜かれてますね。うん。いいじゃないですか。厚抜きだ。うん。ボリューミー。どうなんだろうね、その、ゾルの色での重さの違いとかもあるかもしれないですよ。言うよね。うん、例えばメタルパウダーとか入れてね、ラメ系なんかやっぱ重くなるんで、それがあるのかもしれないけど、塗装の重さ、まあ、明らかに金毛重いですよね。25g って相当違うんで、ね、厚抜きなんだ、ちょっと贅沢。うん、丸さんのさ、うん、その最初に出た怪獣たちの一機ってさ、うん、とてもじゃないけどさ、うん、買えないんで無理、うん、で僕はその一機唯一欲しいのがあって、うん、それが
フェリラなんですよ。うんうんうん。でもね、ちょっと有識者の方に聞いたんですよ。はい。その、まあ、ガラモンが一番すごいんですね。まあ、うん、今出てきたら何千万すんのかな、1000万は超えるだろうって言われてるんですけどね、うん、マルさんのガラモンの一機って。うん、もう有識者の方に聞くと、フェギラのまともな個体の方がないって。それ聞いて、諦めました。うん。ガラモンでそんなことなってんのに、じゃあペギラの方が値段的には安いけど、うん、物自体がじゃあ出てこないわけじゃないですか。うん、諦めてた時に、彩香さんからのこの朗報ですよ。うん、一気のオマージュカラー出るよ。うん、しかもブルーマークからっていう。そう、ブルーマークでしかもつぶらやつぶらやストアから。うん、最高じゃんと、うん。もう俺の世代の一気だと。うん、あ、確かにね。確かに令和一気。そう。俺生まれてないですから、まだ。うんうん、その丸さん一気が出た時ってね。うん、もちろん私も生まれてないし、ね。ない。じゃあもう、これからは、それを一気だと思って大事にしようと。確かに確かに。うん、もうだからもうね、その出てこないのいつまで待っててもしょうがないんで。だって自分がさ、100歳になったらもう何十年前の遊びになるわけだよね、うん、また、うんうん。変な話。だ俺の一気だっていうことで、うん、もう喜んでね、注文しました。うん。だからね、まあ、届いてない。ちょっと言った方がいいってお金払ってるんで、一応。もうこれは、本当にいい企画。これすごいいいよ、満足感高い、うん、本当にいい企画、もうね、うん、近年ブルーマークで最高の企画じゃないですか、うん、マルさんの一機をブルーマークがオマージュして復刻して出すって、うん、最高ですよ、うん、よくやってくれた、うん、本当に。ただちょっと俺んとこにも送ってくれ。届いてないの。マジで面白いよ。なんで届いてないのって私多分3回ぐらい言った記憶あるんだよね。聞いたっけ、うん、一機がね、一機じゃないけど、うん、一機のようなものがね、うん、この値段で手に入って楽しめるっていうのがすごくいいですね。うん、1枚もしなかったよな、確か。うん、うん、ただこれ隙間気になるな。そう、ちょっとね、隙間はね気になった。私もここをですね、そう、肌色整形見えちゃう。あの、もっとちゃんとくるんでほしいです。よかったら。うん、よかったもしもう一度企画する時があったら、まあ、あの、僕今回ペギラだけしか買ってないし。関節がね、結構しっかり見えて、うん、買ってないんですけど、あの、またやった時はまた買うと思うんで、違うやつを。うん、その時はま、もう一回。この辺、あの、もうちょいね、あの、しっかりくるんでいただけると嬉しいかなと思います。うん、ただ、この辺の好き、もう回収装備の魅力だと僕は思ってるんで、こういうちょっと隙があった方が可愛らしいじゃないですか。おもちゃっぽいよ。ね、手がは、あの、足がこう稼働するんだなっていう感じはする。うんうんうん、それも愛らしいですよ、うん。良いとこでもあり、悪いとこでもあるって感じですよね。こういう隙はね。うん、いやー、買うべきだったな。結局同じもの。でも買うべきだったって、ね。私は多分ペギラ見たら買えばよかったって思う。うん、そうなんだよね。うん、結局全部買えばよかったかな。そう。結局そうなんだよ。私だって悩んでたんじゃん。もともと2体とか3体買おうかな、みたいな。俺も買うし、みたいな。これもうね、これ、この時のやつ全部買った人、うん、正解です。うん、結局見てね、悩んで1体だけとか言ってして、全部買えばよかった。うん、欲張りになるべきだったね。なるべきだったね。うん、俺は令和の、息持ってる。そうそう、息持ってる。うん、しかも、ブルーマーク刻印のね。そう、しかも、ブルーマーク刻印。うん。なんか、本当に、これ、いいね。うん。こういう企画、でも、こういう企画な、やっぱ、これだから成立するもんな、うん。最初のこいつらだから成立するからな。うん、まあ、もう一回やってほしい。なんか、成形食替えで、もう一回、くるみでやってほしい。うん、あ、そういうこと、うん、成形食違うやつね。そう、成形食違うやつ。でも、ありかも、それは。そう。これだってこれ受注してた時知らなかった人もいると思うのよ。でもしくは、これの受注終わった後に怪獣側面興味を持ち出してって人とかいると思うのよ、うん。で、これが受注してたけど、これがどういうものかってちゃんと説明してもらわなきゃわかんないじゃん。うん、詳しくないと、うん。で、いろいろ後から知って、あ、欲しかったなってなってもさ、これをまた、プレネで買うのもなんかバカらしいじゃん。バカらしいね。この間受注してたのにってなって、それだったら成形色変えてもう一回やりますとかさ、ありじゃん。あり。
やってやばい。ご意見。俺これ欲しいもん。そう、うん。だってさ、私たち大興奮してたもんね、大変で。つぶらやから出るブルマークの丸さん一気から、うん、みたいな。いや、これ本当にいいね。ちょっと回しとこうか。回しとく？手でね。自称面からいくね。うん、腹、足からの背中、尻尾、はい、うん、いいね、やっぱね、うん、うん、じゃあ、彩香さん会なんで聞いてもらってもいいですか、うん、なんかありますか？ないよ、欲しいよ、うん、欲しいだけだよ。はい、ちょっとね、次おじいじのやつ来たらちょっとペーキで見せてもらいます、ね、うん、了解です、ちょっと問い合わせてみます、はい、はい、はい、ということでバイバイ、バイバイ、イエーイ。